フォーフォックスは、フルオロウラシルホリン酸をキサリプラチンの散剤を併用する眼科学療法の略語である。使用する薬剤名の頭文字を取って名付けられている。長時間の持続常駐を要する治療法であるが、光埋め込み型リザーバーを使用すれば、外来通院で行うことが可能である。フォーフォックスは、 投予法にいくつかの亜種が存在するが、2008年現在広く行われているのは、フフォーフォックス4及びフフォーフォックス6である。主に大腸癌に対する治療として行われる。フフォーフォックス4レジーム R 0切除が行われたステージ部大腸癌では、治癒切除後に術後化学療法を行うことにより、再発を抑制し予防を改善することができる。 術後化学療法としては2015年1月現在、5FU、LLV 療法、アフト、LV 療法、カペシタビン、4FOX が推奨される治療である。4FOX4 療法と 5FU、LLV 療法を比較した臨床試験では、無病生存期間が延長したことから 4FOX の術後化学療法としての有用性が確認された。切除不能なステージ部。 再発大腸がんの一時治療では、2015年1月現在、4ッ o x か 4Free のいずれかに、抗部 e g f 抗体、または抗 EGF は抗体を上乗せしたものが、標準療法である。ありがとうございます。